メーベ。メーベは、第一次世界大戦時のドイツの仮想巡洋艦の一隻。元は1914年5月9日浸水のリース、シッピングラインの冷蔵貨物船、プンゴであり、東湖などのアフリカのドイツ、機雷不接艦として用いるために、ドイツ海軍によって徴用され、1915年秋に、ビルヘルムスハーフェン海軍交渉で改造がなされ、 1915年11月1日に収益した。艦長はニコラス・バーラフ・ーンとグラフズ・ドーナ・シュローディアンであった。1915年12月29日、メーベはビルヘルムス・ハーフェンから最初の任務に出発した。1916年1月1日にメーベはラスミサキの東に250個以上の機雷を付設した。この機雷原では1月6日に イギリス戦艦、キング・エドワード7世が触来して沈み、翌日にもノルウェー商船が沈んだ。メーベはアイルランドの西を回り、次はラロシェル沖に嫌いを伏せつ。この嫌い原では2隻の船が沈んだ。続いてメーベは通称破壊船に移った。ドーナ・シュローディアンは日本煙突の船と煙突が白っぽい色の船は襲撃対象から除いた。前者は 客船の可能性が高く問題が起きやすいことや、名米より有則である、可能性が高いこと、後者は中立国の船の可能性が高いことが理由であった。1月11日、フィニステレ岬の西150海里で、イギリス船、コーブリッジの煙を発見。良質な石炭を積んでいたことから打破し、会合場所へと送られた。また、コーブリッジ追跡中に、同鉱石を積んだ。 イギリス戦、フェリングフォードも発見し沈めた。1月13日、リスボンの西約200海里で、南米のイギリス巡洋艦部隊向けの石炭を積んだ、イギリス戦、ドラオーモンビーを沈めた。続いてこの日には雑多な貨物を積んだ、イギリス戦、オーサー、サトウキビを積んだ、イギリス戦、トレーダーも沈めた。1月15日、 マデーラ諸島の北東約140海里で穀物を積んだイギリス船アリアードニーを沈めた。ついで大型の客船アパームを停船させた。ドイツ側はこれを仮想巡洋艦ではないかと疑っていた。実際には150人以上の乗客や東ゴやカメルーンからイギリスへ送られる途中のドイツ人が乗っていた。他に近海など5万ポンド相当の積み荷も積んでいた。 この船は打破された。1月16日、マデーラ諸島の南西120海里で、イギリス貨物船、クラン・マクタビッシュを発見。クラン・マクタビッシュは、救援を求める信号を発したため、メーベからの砲撃を受けて18名の死者を出した。クラン・マクタビッシュは沈められた。クラン・マクタビッシュの発した信号は、イギリス総工寿命館、エセックスで除診されたが、 通信の担当者から上官に伝えられなかった。1月17日、これまで沈めた船から収容されたイギリス人が報酬などを除いてアパームへ移され、アパームは中立国アメリカへ送られた。1月20日、サンビセンテ島の南西約700海里でイギリスのバーク、エディンバラを沈めた。1月27日にメーベはホーブリッジと合流し、3日間にわたって、 石炭の補給を行った。その後、コーブリッジは沈められた。この後、メーベはイギリス系寿命館、グラス号と遭遇したが、嵐に紛れて逃れることができた。2月4日、石炭を積んだベルギー船リュクサンブールを沈めた。2月6日、ペルナンブー湖の北北東約310海里でイギリス船フラメンコを沈めた。 この船は停戦しなかったため直撃弾を受けて死者を出した。また乗客からフラメンコが前日グラスゴーと出会っていたことやフラメンコが救援を求める通信を発していたことを知らされ、名ベはその海域から離れた。2月8日、イギリスの石炭船ウェストバーンを打歩。これまでの船から収容した人を乗せてウェストバーンは サンタクルスでテネリフェ運んだが、出港後イギリス総工巡洋艦、サトレジが待ち構えていたため自陳した。2月4日、同鉱石などを積んだイギリス船、ホレスを沈めた。この後、メーベーはイギリス防護巡洋艦、ハイフライヤーの近くを通過した。ドーナシュローディアンはドイツへ戻ることを決め、メーベーは北上を開始した。2月23日、 フィニステレ岬の北西でフランス船マロニを沈めた。2月25日、ファストネットの西600海里でイギリス船サクソン・プリンスを沈めた。この船からは新しい新聞が入手でき、それからドーナ・シュローディアンはメーベがバミューダ沖でイギリス巡洋艦に沈められたことになっていることを知った。3月4日、メーベはドイツに帰還した。 メーベは1916年6月12日にビネタと解明され、スカゲラク海峡やカテガット海峡をバルト海へ出撃して一石3226トンの戦火を挙げた。8月24日に再びメーベに戻り、11月22日にビルヘルムスハーフェンから出撃。ノルウェー沿いに北上し、シェトランド諸島の北アイルランドの西を通って大西洋に進出した。 12月2日、ファストネットの西600海里以上で、カラニのイギリス船、バレアを沈めた。12月5日、機械部品や大量の鉄製の管を積んだ、ノルウェー船を発見。艦は、重心ではないかと思ったドーナシュローディアンはこの船を、沈めるよう命じた。12月6日、馬や小麦などを積んだ、イギリス貨物船、マウントテンプル及び、カナダの小船。 ダッチェソーブコーンウォールを沈めた。12月8日、ニューファンドランド島、レース岬の東約700海里で火薬などを積んだ、イギリス戦、キングジョージを沈めた。12月9日、小麦を積んだ、イギリス戦、キャンブリアンレンジを沈めた。12月10日、レース岬の東南五東590海里で、イギリス戦、ジョージックを沈めた。ジョージックは、最初停戦せず、 また船尾に砲を搭載していたため発砲を阻止するため、メーベは砲撃し、カズトが死亡した。12月11日、自動車や鋼鉄を積んだ、イギリス船、ヤローデイルを捕獲。12月12日、フローレス島の西520海里で、アメリカ産の石炭を積んだ、イギリス船、セインとテオドールを捕獲。セインとテオドールは、交流予定場所へと送られた。また翌日、 ヤローデイルとも別れた。ヤローデイルはドイツにたどり着き、その後仮想巡洋艦、レオパルトとなった。12月18日、12月23日、セインとテオドールと合流。セインとテオドールは5.2センチメートル方2門を設置されて、仮想巡洋艦、ガイアーとされた。ガイアーと別れ、メーベは12月25日に小石を積んだ、フランスのバーク、南東を沈めた。 1917年1月2日、小麦を積んだフランスのバーク、オスネルを沈めた。ついで、日本船、ハドソン丸を捕獲。1月7日、ペルナンブーコの東110海里でコーヒー豆を積んだイギリス船、ラドナーシェアーを沈めた。1月9日、イギリスの石炭船、ミニーを沈めた。この船が2日前に、イギリス巡洋艦、 アメシストに急端していたことが判明。アメシストを呼んでいると思われたため、メーベはその海域から全速で離れた。1月10日、イギリス船、ネザービーホールを沈めた。続いて、これまでに沈めた船から収容した人を、ハドソン丸に乗せ、ペルナンブーコへと送った。1月17日、石炭を補給するため、ガイアーと合流。ガイアーとは1月22日に分かれ、 トリンダデ島沖で合流後2月14日にガイアーは沈められた。2月15日、石炭を積んだイギリス船ブリクナキシェアを沈めた。2月16日、カボ、フリオの北東約490海里でイギリス船フレンチプリンスを沈めた。ついでイギリス船エディを沈め、3隻目の船を追跡中イギリスの仮想巡洋艦エディンバラキャッスルと遭遇したが、 スコールのおかげで逃走できた。一度造船所に戻る必要が出てきたことからどうな、シュローディアンはこドイツに戻ることを決定した。2月23日、3月4日、カーボーベルデ諸島の北北西330海里で砂糖を積んだイギリス船、ローダンスを沈めた。3月10日、イギリス船、エスメラルダスを沈めた。ついで、イギリス船、オタキと遭遇。 オタキは、メーベに対して、戦備の4インチ砲で抵抗し、メーベで、上院5名の死者を出した。一方、オタキは、メーベの砲撃で撃沈され船長、アーチボードビセットスミス以下6名が死亡した。3月13日、ベース岬の東約730海里で木材を積んだ、イギリス船、ディメタートンを沈めた。3月14日、 ファストネットの西930海里でイギリス船、ガバナーを発見、沈めた。ガバナーは、戦備の方で抵抗を試みたため、メーベの砲撃を受けて4名が死亡した。3月22日、メーベは、キールに帰還した。帰還後は、バルト海で潜水母艦となり、1918年には、特設機雷不施艦、オストゼとなった。第一次世界大戦後はイギリスで、 貨物船、グリーンブライアーとなった。1933年にドイツに戻り、貨物船オルデンブルクとなった。そして、第二次世界大戦中の1945年4月7日に、ノルウェー沖で乱撃され沈没した。ありがとうございます。